ももぴ。毎週多彩なゲストをお迎えして皆さんに熱いトークセッションをお届けします。池尻和歌子のトコワカ。おはようございます、池尻和歌子です。今日のゲストはオンリーワンの物流会社を目指していらっしゃいます、西田商運株式会社代表取締役会長の西田真澄さんです。おはようございます。おはようございます、西田真澄です。16歳の頃からトラックを運転されていたそうですね。はい。当時は何を運んでいたんですか？八女から下関まで卵を運んでおりました。20歳で事業を立ち上げられたんですよね。はい、20歳から始めて57年目です。その時代とともに物流会社の在り方も変わってきてると思うんですけれども、今メインでされているのがこちらの3つの事業だそうですね。はい、運送と倉庫とバイオ燃料ですね。はい、この運送はもう1台から始まったトラックが今では何台になってるんですか？160か170かおります。170台も。はい。で、倉庫もかなり広いんじゃないですか？若宮の方がインターを降りて、はい、うちの1万5000坪の敷地で去年10月に4号倉庫作りました。そうなんですね。これもやっぱり時代を追うごとにこう大きくなっていた感じなんですか？サードパーティーロジスティックス、生産保管輸送までが理想ということで、はい、自分型の倉庫から積んで果たして帰ってくるというようなですね。そしてこの一番上、これは何になるんでしょうか？それはバイオデーゼル燃料って言って、はい、廃食油を原料として自社開発で作ったバイオデーゼル燃料に変わります。うん、もう廃棄する油を使うっていうことなんですか？そうですね。今まで金出して捨てられよった油を24年前からうちは買い取ってバイオ燃料に作ってました。これはもう会長の気持ちでこれやった方がいいってその当時思われたんですか？少しでも地球温暖化をなくしたいなって、まあ自分だけでできることやないけど自分のできることということで、まあ頑張ってきました。もうこれは独学でされたんですか？はい、小泉総理が総理大臣の時に沖縄のサトウキビとトウモロコシを絞ってエタノールを吸収されてガソリンに 5% 混ぜられたとがバイオ燃料です。それを見た時に鮮明に作り方を覚えとったんですよ。でその日からペットボトルを半分に切ってですね、はい、割り箸で混ぜて作り始めたとが最初です。すごい地道な作業を積み重ねて積み重ねてこういうような綺麗なバイオディーゼルになるんですか？まあそこまでいくとはまあ10年ぐらいかかったですよね。そんな月日を費やして。最初に約1週間で、はい、バイオ燃料できたんですよ。すごいですね、1週間で。はい、どこが燃料かっていうもん全く分からずにそのまま金谷の乗用車に入れてですね走っていくとに後ろ煙幕煙出して走ってですねそしてグリセリンが燃料よりも重たいからですね、はい、でフィルターにかかって、はいはい、そして途中で乗用車が止まるわけですね。止まっちゃった。そしたらまた止まったって、うん、よくはどこねって迎えに行ってですね、またフィルター掃除してまた走らして、ご夫婦で二人三脚でより良いディーゼル燃料を生み出したってことですね。かっこよう言うたらそうかもしれんけど、まあよう怒られましたそうですか、はあ、軽油の60円ぐらいの時に手作りしたら120円ぐらいリッターあたりになったんですよやけど自分は環境を次世代にっていうことで、まあ、始めたことやんけん我慢できたけどですね、SDGs が来てからですね、はい、本当にわーやってよかったなって思いました。もう時代を会長は先取りしていたってことですよね。好きなことをまあやっただけですよ。いやーかっこいいですね。そのバイオディーゼル燃料の具体的なお話この後も伺っていきたいと思います。わかりました。豚骨ラーメンのスープを使って
バイオディーゼル燃料を作っていらっしゃるというお話も聞きましたけど、本当ですか？はい、筑豊のラーメン屋さんが、はい、チャーシューを湯がいたラードが、これを捨てるとに金かかるって。なるほど。で友達通じてどうかせれっていうことで、な社長1週間待ってくださいって言って、1週間頭の中で攪拌機回してですね向こうの社長に、はい、できましたって、なら月曜日出てくるからって、で月曜日その机の上の卓上でやってみせてですね、はい、できた、おなら来月からお前んとこ全部取れっていうことで、ほんでそのチャーシュー湯がいた油でできるならば、ならラーメン屋さんの飲み残しのスープから同じ取れるやなかかなっていうヒントなら、水入れて分離させて上だけをうちのカンカンに入ろうと作ったとが豚骨買っておくんです。ほー今でだいたい月間30トンから50トンぐらいはラードを引き取ってきております。これは取引先企業というのもかなり今増えているようですね。だいたい2500から3000ぐらいはあると思います。これ皆さん反応はいかがですか？自分ところの俳優も地球温暖化のため CO2 削減のためお役に立っとるなって言って喜んでくれらっしゃいます。そうですよね。本当にこのバイオ燃料をやってよかったなって思うとは、やっぱ孫たちもですね、いいちゃんいいことしとるねとか言ってくれるし、そのお孫さんが小学5年生の時に書かれたのがこちららしいですね。自由研究でいいちゃん、さしてっていう件いいよって言ってですね。これ非常に分かりやすくまとめられてますよね、バイオディーゼルの作り方。これがなかったら今人に説明するのにレシピが全然なかったからですねこうなったら本当に良かったです。これはじゃあもう会社にも飾ってらっしゃるんですか？はい、はい、おぜつまに。でこれは俳優の方で自由研究で、やっぱり中学1年で、はい、ラーメンのスープの残りのラードから燃料作るということで、それをやりたいって言うからですね。すごいですね。中学1年になったら福岡県でやっぱし佳作賞をもらってきてですね、でそれは会社のように貼っておりません。これはもう特許いらんっていうことでやっとるからですね。やっぱし何か一つぐらいは大事に守らないかんこと、ラーメンのスープの燃料だけはやっぱ最後までということでですね。黄金色からちょっとこの白っぽい感じに変わってきたんですか？はい、バイオ燃料が出来上がった時は色が出て、はい、この色をスプーンにのせたアルコールランプにかけたら、はい、カーボンが残るわけですね、その PM ノックスの時にマフラーが詰まるからですね。なるほど。なこの詰まるとどうしたら詰まらんことするかって言うたら、燃料をなら透明になせばマフラーを洗浄する期間が長くなるっていうことでですね。で2年前からフィルター、大きなフィルターつけてですね、透明になす方法開発終わりました。すごいですね。で今はトラックだけではなくて JR 九州でも実証実験が行われている最中だそうですけれども、はい、今 JR 九州さんのディーゼル化の場合には、はい、やってみて、それでエンジンの方がどう長持ちするかとか、今それをやってます。実験中。はい、高千穂で今まさにこのバイオディーゼルで走っている鉄道があるそうですね。はい、高千穂アマテラス鉄道って言うてから、はい、2年前に電話があってですね、縁起担ぎでですね、もう損得別にして、はい、やらせてもらいますって一発返事でですね、廃線になるようなところを有志の方が10人ぐらいでですね、第三セクターでやられて、トロッコ列車走らしょうということで、どこまで言われるかな、うちの応援できるところまで応援をさせてもらおうということでですね。このアマテラス鉄道は1年中運行されてるんですか？はい。じゃあ1年中楽しめる鉄道としてこれからも注目ですね。そうですね。
もう行くとが楽しみです。さあ会長、最後に今日の思いを言葉にしていただきましたので色紙をお願いします。はい、大事なのはつながりですか。今まで自分の力じゃビビたるもんかもしれんけどですね、人様からここまでやっぱしうちの会社引っ張ってきていただいて応援していただいてですね、本当にありがたいと思います。これからもみんなのためになる研究開発を続けていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日のゲストは西田商運株式会社代表取締役会長西田真澄さんでした。